第4章が向かってきましょう。さあ、よく見てました。第4章が向かってきます。細川選手は北海道静内高等学校乗馬歴13年あります細川選手がまず6番の A 障害、続いて B 障害、安定した走行です。昨日のバーバイツ競技では 64.42%、 減点 35.6 点で12位という成績。さあ、ここの障害、このままストレートラインでいきました。山田です。競走馬として出走しませんでしたが、このような日本大学の馬術部総合馬術の5頭の馬の中に入っております。さあ、11番障害をクリアして坂を下って12番障害、これも綺麗にクリアしております。そしてさらにスピードをつけて左に回転していきます。13番障害、さあ13番の障害もこれも大丈夫です。さあ、2週間前の全日本馬場馬術競技が来ました。そしてこの19番はストレートで来るか。まずパラセイドから、ここで反抗がありました。やはりこの障害は難しいんでしょうか。さあ、そして東京農工大学の児玉選手が第5障害に向かいます。さあ、細川選手2回目のトライ、今度はクリア。この19番障害で1回の反抗が取られております。さあ、そして東京農工大学の児玉達也選手